4月1日付日本農業新聞の農政モニターによりますと、生産資材の価格高騰と農業経営に影響があるかとの設問に大きな影響があると答えた方が 53%、 やや影響があるが 28.5%、 計 81.5% になっています。政府の総合緊急対策に実効ある価格高騰対策が組まれることを求めて質問をします。まず飼料高騰についてです。ロシアのウクライナ侵略によって燃油、小麦、トウモロコシ、大豆の国際価格が急騰しています。特にトウモロコシ、大豆の高騰は畜産を直撃しています。養豚は経費に占める飼料費が6割と最も高く、今非常に厳しい状況にあります。4月現在の配合飼料工場渡し価格はトンあたりでいくらになっているか、どういう水準になっているか簡単に説明してください。森畜産局長。答えいたします。配合飼料の工場渡し価格につきましては、最新で公表されておりますのは令和4年1月時点までということでございまして、1トンあたり83,381円、これは全畜種平均でございますが、という数字でございます。一方で令和4年4から6月期の飼料価格につきましては、例えば全農が1トンあたり4,350円の値上げを行う旨を公表しているということでございますので、これらを単純に足し上げますと、令和4年4月時点の配合飼料価格は1トンあたり87,731円と推計されるところでございます。田村貴明君。はい、今の数字、資料1でですね、記したところです。過去最高となっています、配合飼料が。このグラフのですね、左端は平成18年4月、2006年43,250円となっていますけれども、それより以前の2000年1年はトンあたり34,000円となっています。つまりこの20年間で飼料代は約 2.5 倍に上がったということです。飼料に裏面をご覧いただきたいと思います。当然生産費用も上がってまいります。政府にお伺いします。どのような対策を、取っていますか、図られますか。森畜産局長。お答えいたします。配合飼料価格の上昇に対しましては、配合飼料価格安定制度によります補填の仕組みがございます。現在4期連続で補填が発動いたしておりまして、直近でございます第3四半期令和3年の10から12月につきましては、生産者に対しまして配合飼料1トン当たり8500円が交付をされまして、経営の影響を緩和しているところでございます。田村貴明君。配合飼料価格安定制度の説明がありました。これは四半期の平均輸入原料価格が過去1年の平均を上回ったときに、上回った額を上限として補填する制度です。この20年間のようにずっと生産費が上がり続けていく状況の中では、高騰したときの衝撃の緩和になったとしても、経費がどんどん重くなることには変わりがありません。そうですよね。先月ですね、鹿児島県有数の養豚農家が民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けました。常時4万頭を飼養し、月5000頭を出荷する大規模な養豚農家でした。豚流行性下痢、PDE という病気でダメージを受けて、そして豚熱等の予防のために飼料衛生管理基準の強化で設備投資が重なった。そこに配合飼料価格の高騰が襲ったということでありました。この代表者にお話を伺ったところ、政策金融公庫がお金を貸してくれない、そういうふうに訴えておられました。大臣に決意を伺います。答弁原稿なしで結構です。資材高騰です。飼料、肥料、燃油、こうした資材高騰で生産費がかさんで廃業とか離農に追い込まれることは、これ絶対あってはならないと思います。農水省、政府を挙げて回避する、そういう方向を確認させていただきたいんですけれども、大臣の決意を聞かせてください。
金子農林水産大臣。まあ、生産コストが全てにおいて上がっているということはですね、まあ、買ってなかったことだというのは私も思っております。本当にあの生産者の皆さん方の苦しい実情を考えますと、政府としてもですね、まあ、農林水産省としても何らかの対策を今後考えていかなきゃいかんというふうに思っております。田村貴明君。廃業、離農、これを絶対に作らないという思いで臨んでいただきたいと思います。 TPP によってでもですね、豚肉の関税がまた大きく下がってまいります。さらに世界のトウモロコシの輸出国第4位のウクライナがですね、4月5月に作付けができないとなれば、あるいは秋にオデーサやミコライウの港から輸出できなければ、さらに需要が逼迫する可能性が出てまいります。このままだといよいよもってして経営維持ができなくなる農家が続出するのではないかと思います。経営合理化、大規模化、もし豚熱が侵入すれば膨大な頭数が全頭処分されることになってまいります。これは農家にとっても国民にとっても大きなリスクであります。もう一つ資料のグラフを紹介しますと、資料丸2の下のグラフですね、豚肉の枝肉価格の推移ですけれども、これは、微増横ばいの傾向です。養豚は経費の6割を占める飼料が 2.5 倍に達したのに、価格はまあ上がっていないという状況があります。だからこそやはり抜本的な支援が必要であると思います。飼料の購入の支援のあり方をやはり見直す、そして既存の対策の延長線ではダメだと思いますが、農水省いかがですか。森畜産局長。お答えいたします。この飼料高騰に対しましては、短期的には先ほどご説明申し上げました配合飼料価格安定制度によります対応ということでございますが、これに加えまして、各畜種ごとの経営安定対策におきまして、飼料費等の変動が、まあ、反映される仕組みということでございます。これらを合わせて畜産農家を支援をしているところでございます。他方、中長期的には国内の飼料生産基盤に立脚した畜産物生産へ転換することが重要と考えておりまして、国産飼料生産利用の拡大を推進していく必要があると考えております。なお豚肉枝肉価格の推移につきまして、グラフによりまして横ばい微増というご指摘ございましたが、ちなみにこのいただきましたご提示いただきました資料ですね、2000年の価格、これ数字にいただきますと439円、2021年555円、これ2000年を100といたしますと126ということでございますが、ちなみに上のグラフの2000年と、2020年の比較は100と122ということでございます。ただいずれにいたしましても畜産経営厳しい状況、これから餌価格の高騰が影響してくる可能性がございます。こういった点しっかり対応してまいりたいと思います。田村貴明君。だから豚肉の価格が生産コストをですね下回っているのは明らかなんですよ。だから抜本的な対策が必要だということです。合わせてですね、今国産の飼料についても言及がありました。飼料の 75% を海外に依存、そして穀類等の濃厚飼料に至っては 88% を輸入に頼っています。まあ、こんな状況でいいのかと、輸入依存をやめて食料自給率の向上をと私も本委員会で何度も問うてきました。世界人口の増大、国外の成長によって飼料の安定的な供給が今後断たれる可能性も出てまいります。大臣に伺います。食料安全保障の確立に向けて食料、飼料、自給率を抜本的に引き上げる政策転換が今求められると思いますけれども、大臣いかがですか。はい、金子農林水産大臣。昨年来の配合飼料価格高騰に対しまして、農林水産省として補填金の交付等を実施し、生産者への影響感を図ってきているところであります。また現在、原油価格、物価高騰総合緊急対策の取りまとめに向けまして、
飼料をめぐる現状にしっかりと対応すべく必要な対策を検討しております。他方、中長期的な観点からは持続的な畜産物生産の実現と畜産経営の安定を図るため、輸入飼料への過度な依存から脱却し、国内飼料生産基盤に立脚した足腰の強い生産に転換することが重要と考えております。このため、水田を活用した飼料用トウモロコシ等の生産拡大や、地域の飼料生産を担う飼料生産組織の機能強化、残す食品残骸等の未利用資源の利用拡大等の推進をし、飼料自給率の向上を図ってまいりたいと考えております。田村貴明君。粗飼料もですね、 25% は輸入です。なのに水田活用直接支払い交付金で牧草への支援をカットするなど、これはもう逆行する政策と言わなければなりません。この飼料高騰を受けてですね、やはり水活の交付金の見直しはやめるべきではないでしょうか。もしくはこの制度に代わる新たな支援制度を設けるべきではないでしょうか。いかがですか。金子農林水産大臣。水田活用の直接支払い交付金はですね、今後5年間に一度も水やりが、行われない、すなわち水筒の作付けが行われない農地が交付の対象としない方針として、今後5年間に一度も水やり、すなわち水筒の作付けが行われない農地は交付の対象としない方針としているものでありまして、令和4年だから直ちに交付金の対象外となるわけではありません。今後5年間の間に各地域において今後の水田量や産地形成をどのように図っていくのか検討していただき、その中で明らかとなった現場の方についてその検証を行っていく考えであります。田村貴明君。矛盾ですよね。飼料の国産増やすといって牧草の交付金減らすというのはですね、納得できません。肥料の高騰も大問題になっています。肥料の三要素である窒素、リン、カリの国際シェアはロシアが 14.5%、 ベルルーシが 6.1%、 両国で2割を占めています。カナダ 59% だけでは世界的な供給不足が起こる可能性が出てきます。特に国内のカリの年間需要量は41万2000トン、ベラルーシから42000トン、ロシアから63000トン輸入しており、全体の輸入量の 26% を占めています。でこの先これはどうなっていくのかということで農林水産省に聞きましたら、カリは当面は国内備蓄で大丈夫、春は足りる、秋日は国内の材料である程度目処は立ったみたいな話を伺いました。いや本当なんでしょうか。私は北海道や長野のですね、農家から、お話聞いてきたんですけども、2年前からもう2、3割、肥料上がっていますと。で、高度化成肥料は5割上がっているものもあると。原料が輸入で入ってこないものもあるために、生産をやめているものもあると。代わりのもので何とかやりくりしている、このままでは生産できないという声も伺いました。ある程度目処が立ったというんですけども、農水省の言い分と現場の実態がかけ離れているところもあります。いかがなんでしょうか。中長的なですね、対策も含めて肥料問題どうされますか。平方農産局長。お答えいたします。委員おっしゃるとおり、化学肥料主な原料であります窒素、リン酸、カリ、いずれも世界的には非常に偏在をしておりまして、我が国はほとんど輸入に依存しております。こうした中、昨年秋以降ですね、化学肥料の原料の国際価格が上昇する中で、主な輸入先国である中国からの輸入停滞、それから最近においてましたロシアによるウクライナ侵略の影響もありということで、これを大変注視しております。ご紹介ありました春肥につきましてはですね、例えば、リンアンでありました全農商社等とですね、原料調達の、協調介入、これで、モロッコ等の代替国からのですね、買い入れを進めるということで、関係事業者、関係省庁と連携してですね、例年並みに近い供給量を確保できる今見込みとなっております。また秋肥につきましてもですね、
全農含む、主な輸入事業者といろいろ調整しているんですけれども、例年並みの数量の確保に向けた取り組みを今進めているところでございます。ただし、今後の国際情勢、予断を許さないのがあるというふうに考えております。調達状況、価格動向については一層注視していきたいというふうに考えております。また根本的な問題といたしますとですね、やはり輸入依存度の高い肥料につきましてはですね、農業現場における肥料コストの低減、あるいは堆肥等の国内資源の有効活用による輸入肥料 の代替に向けたことをですね、これから進めていかなきゃいけないというふうに考えております。田村貴昭君。肥料については救済策をすぐに作っていただきたいと思います。時間が来ました。今日は質問以上で終わります。